最近物の値段が上がり始めたという話をよく耳にしますが、その物価をコントロールするのが日本銀行です。物価の番人とも呼ばれ、全国に6人しかいない日本銀行の審議委員が今日函館を訪れました。強みは何と言いましても、海産物に代表される食材の宝庫、それから日本有数の観光資源です。これはもう世界的にも非常に有名な地であることは間違いありません。今日の日本銀行函館支店です。日銀は物価の安定を目指して金融政策を行うことから、物価の番人と呼ばれています。函館を訪れたのは日本銀行の中川淳子審議委員です。中川審議委員は工藤俊樹函館市長をはじめ、商工会議所の回答など函館の政治や経済のキーマンと意見を交換しました。強みは何と言いましても、海産物に代表される食材の宝庫、それから日本有数の観光資源です。これはもう世界的にも非常に有名な地であることは間違いありません。やはり北海道新幹線、それから函館港、それから函館空港、陸海空3つのインフラがここに集積しているということは非常に大きな利点であるというふうに思います。ところで、審議委員とはどんな仕事をするのでしょう。日銀の最高意思決定機関、政策委員会のメンバーで合わせて6人、学者や経済界、金融市場から選ばれ、任期は5年で内閣が任命します。政策委員会はこの6人の審議委員に総裁、副総裁を加えた9人で構成。重要な仕事は年8回の金融政策決定会合で、私たちの生活に直接関わる日本の金融政策を1人1票の多数決で決めているのです。中川審議委員は道南の景気について、新型コロナの影響で厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがあるとの見方を示しました。当地の景気につきましてですが、3年ぶりに行動制限のない夏休みとはなりました。そこで去年の夏を大底にしたということではありますけども、持ち直しの動きが続いている。ただし、やはりコロナ前と比べるとそこまでには達していないと、このあたりの回復がやはりもう一つの大きな鍵になるという点では、やはりこれからのそのコロナ禍の落ち着きというのが、私自身もこの地のために期待したいと。また今後の道南経済の見通しについては、今日岸田総理が発表した1日あたり2万人から5万人に外国人観光客の入国制限の見直しがさらに進むことに期待を寄せました。